巨大戦闘母艦、ターボランジャー、発進準備完了。ターボランジャー、発進。マスキーファイター発進。ドーン。マスキージェット発進。ドーン。マスキージェット発進。ドーン。ババ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 。マスキータンク発進。マスキードリル発進。合体ファイブクロス。完成、グレート5。ピッピッ。ジャイロカッター、ピシュ、ファイブシールド、光電子ライザー、ボーン、ピシュ、ボーン、ファイナルオーラーバースト、てれれってれれてーてー。はい、ということでですね、グレート5、光戦隊マスクマンのですね、1号ロボの、劇中戦闘シーンの、まあ、一部抜粋、まあ、合体シーンがメインでしたね。ターボランジャーが発進して、この中にですね、5台の、メカが格納されてまして、発射して合体するという、まあ、大好物なパターンですけど、これ僕が買ってもらったおもちゃの中で一番古い戦隊のおもちゃですね。だからマスクマンからファイブマン、ターボレンジャー、ファイブマンという風に、まあ、僕の直撃世代はその4つの戦隊なんですね。小学校の低学年、まあ、幼稚園から見てたというところの、初期の戦隊ですね。光戦隊マスクマン。このグレート5はですね、あの戦隊初の、1人1機ずつのメカなんですね。なので5台。出てくると。一人一台ずつ割り当てられた初の戦隊ということでですね、五大合体の元祖なんですね。まあ、前年とかその前の戦隊は、二つとか三つが合体して、ロボットになるというパターンだったんですけど、このグレート5からは、五大のメカが合体して、一個のロボになるという形ですね。いやー、いいですね。これの歴史も古いですけど、僕の持ってるおもちゃの一番古いものという形で、かなりですね、もうボロボロです。いろんなところが、破損してたりですね、パーツもだいぶなかったりはするんですけど、まあこういう風に合体遊び、あとこのターボランジャーとの連携遊びは問題なくできますので、ちょっとこれ少しだけ紹介しますね。巨大母艦ターボランジャーなんですけど、ここの、あの、アンテナパーツはなかったですね。紛失してました。で、全体的にはこんな感じで、スターボランジャーって書いてますね。ブルーというか、藍色みたいな色と、白がメインの、
カラーですね。こんな感じですね。はい。で、稼働というかですね、仕様はですね、まず、キャタピラ風の、造形があって車輪がついてるので、転がし遊びができるのと、あと飛行中はですね、このキャタピラ部分が90度、こういう風に動きますので、4つとも90度曲げてやることで、こういう風にですね、はい、ホバーリングっていうか、こういう風に飛んでるような、再現をできるという形ですね。こんな感じです。で、各種部分にですね、こういう風にスイッチがついてまして、この赤いスイッチを押すと、パカッと、ここの蓋が開いて、で、ここにマスキーファイターを格納できますね。よいしょ。はい、マスキーファイターですね。レッドマスクが乗るジェット機ですね。もうこれもですね、ここのピン1個折れてて、ロボットにカチャってはまらないんですよね。残念ですけど、まあ問題はそんなないです。で、ランディングギアがここにあるので出しといて、で、ここに置くと。よっ。はい。で、このように、まずは格納できてですね、発射するときはここの赤いレバーを奥に倒してやると、下がこういう風にせり上がります。で、発射準備完了ですね。マスキーファイター発進。できますね。はい。で、次が、続いてこちらですね。下の方が、ここにボタンがありまして、押して、ロックを解除して、この上のパーツを上に引っ張ると、開いて、で、これも、このように動きます。で、蓋を開け切ると、連動して、下の、部分がせり出してきますね。で、ちょっと引っ張ってやると、ロックが、かかりますかね。こんな感じで、はい。一番奥まで、奥というか、一番こちらに引っ張るとロックがかかって、ここも止まりますね。で、あとは、マスキータンクが出るために、ここに、こういう、地面につく坂道ができるという形ですね。で、この赤いスイッチなんですけど、これ触るとですね、こういう風に、わかりますか？これが動くんですね。引っ張ると、開いて押すと畳まれるんですけど、これマスキータンクのまあブレーキというかロックですね。マスキータンクを置いて、これを押すという風にします。はい、じゃあマスキージェットとマスキージャイロも置いてみましょうかね。これマスキージェットですね。拳をしまって、腕を、戻して、お、で、肩を戻して、はい。で、ランニングギアを出すと。で、この5シールドを、つけて、で、ここをちょっと立ててやると。で、これでマスキージェット OK。マスキージャイロ、ポーレンシライザー取って、はい、戻して、戻して、拳も戻して、ここ引っ張って、展開すると。で、これですね、ジャイロカッター。これも残念ですけど、1個折れてますね。はい。刺して、で、ランディングギアを出して、はい。こうですね。で、マスキータンクも、よ。マスキータンクも結構広いです。これ綺麗な方ですけど、カバーを開けて、頭の部分を出してやる。スプリングになってるんですよね。なので、ちょっと、内側に押し込みながら、外に回すと。という感じですね。で、カバーを閉めて、で、つま先部分、これ、合金ですね。はい。このように入れます。で、ここのピンを出しておいて、で、これ反対側。こっちがひどいですね。もうこんなんですね。はい、もう折れてます。はい。まあでも、いいんですよ。宝物なんですね、これ、マスクマン。こうして、で、蓋を閉めて、で、よいしょ。はい。で、ここもですね、ここも多分、クリックでこう止まるはずなんですよね。ただもう僕のはこのクリックも壊れてて、もうプランプランです。なのでパチッとならないんですけど、まあ、背面とタイヤの部分なので、まあ問題はないですね。で、真ん中で、ピンと。よいしょ。はい。
マスキータンクの完成で、このまま、格納します。しまって、で、さっきのこの言ってたロックですね。これを引っ張ってやると、こういう風にパチンと閉まるので、こう前に出てこなくなるという形ですね。で、マスキージャイロは、プロペラを畳んで、ここに。このピンクの例のですね。で、マスキージェットは、イエローの例に置いて、はい、こんな感じで格納ができますね。マスキージェット発進、ドーン。で、マスキージャイロ発進ですね。ババ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 と。で、マスキータンクはこれを引っ張って、ロック、あ、ごめんなさい、押すのか。押して、ロック解除したら、マスキータンク発進。はい、こんな。で、最後はマスキードリルのこの後ろ側ですね。こういう造形があって、ここがパカッと開くのと、あと下がですね、この黒い突起が見えますか。これが内側にこうスライドして、スイッチを外して開けるんですけど、こっち側折れてるんですよ。問題はないですけどね。で、こういう風に開きます。で、ここにマスキードリルが格納できます。マスキードリルもなかなかの破損具合ですよ。破損具合、うん。戻して、真ん中でロックしますね、パチッと。はい。で、ここのカバーが1個ないのと、で、このグレートガンもないですね。で、キャタピラ部分を倒して、よいしょ、倒して、はい。で、このドリルですね、これをここにつけるんですけど、これ奇跡的ですね、2個とも残ってましたね。で、ここの裏にですね、ドリルを入れる、このスペースがあるんですね。これ、いいですよね。なくなりにくい配慮ですね。ここに入れてあったのかな。で、これを、パチッと。このドリルはですね、ミサイル発射ギミックのように飛ばすことができますので、このボタンを押すと飛びます。こう、そうですね、こんな感じ。はい。うん。こんなのなくしちゃいますよね、ちっちゃい子供。昔の戦隊は、もうこういうギミック満載ですもんね。ロケットパンチ絶対ついてたとか。で、グレート5は、拳がですね、こうスプリングで、出し入れするものなので、ロケットパンチじゃなかったですね。で、マスキードリルを格納して、で、蓋を閉めます。僕のは壊れてるので、慎重に。はい。これでマスキードリル格納状態ですね。で、発射するときは逆です。開けて、マスキードリル発進と。ダダ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 ダと。はい、こんな感じで遊べます。まあ、メカに戻してなんですけど、もう一回ちょっと合体しますね。いや、久しぶりに遊ぶと楽しいですね。まずは、まあ、劇中の合体手順通りに、まあ、近づけるならですね、マスキータンクですね。まあ、二つに割って、つまみをしまうと。はい。で、裏見ますと、カバーを開けて、で、あ、これをしまう前に、まずこの、つま先の合金パーツですね、外に押してやる。はい。で、こうなりますね。で、これはですね、ちょっと内側にこう、スライドして、回転すると、うまく入りますね。蓋を閉めて、本当はこう、カチッとなるんでしょうね。置くのは、ならないです。はい、もう一個。こっちは割と壊れてませんので、はい、かけて、つま先を出すと。うん、で、これを回して、閉まって、蓋を閉じる。パチッと。うん。で、両足の完成。で、次が、よっ。ドリル。マスキードリルですね。劇中だと、まあ、こう飛んできて、このままガーッと割れて、で、足にドーンと刺さったという感じでしたけど、ドリルがついてると合体できませんので、外して、で、なくならないように、この裏にしまっておきますね。ドリルあるとないでも全然話変わりますね。グレートガンはまあなくてもなんとかなりますけど、マスキードリル、これドリルないとちょっと悲しいですね。で、折って、で、爪をしまいます。で、裏は、こういう風になってますね。まあ、このくぼみと、凸と、で、こちらはですね、ピンがありますね。これでロック。
はい。うん。で、足をここにつける。よいしょ。よいしょ。はい。外すときはこの黄色いボタンを押すと取れます。で、次が、マスキージェットですね。まあ、これは、シールドのこの、部分を畳んで、ランディングギアしまって、これで OK かな。で、マスキージャイロは、ランディングギアをしまい、この、なんていうんですか、後ろの羽パーツ、これを押して引っ込めます。これで OK ですね。ちなみに、コックピットのは、クリアパーツなんですけど、人は乗ってないですね。開いたりするってこともないですね。飾りですね。飛行機のメカは全部こういう風になってますけど、中に人はいないですね。はい。で、最後、マスキーファイター。こいつは、このランディングギアをしまい、で、これで OK かな。うん。で、こっちの、上の部分ですね。ドリルのこの蓋、本当は両方あるんですけど、こっちはもう折れてます。これを開けて、こちらにマスキージェット。はい。で、こちらにマスキージャイロ。おわ！はい。マスキージャイロ。うん。シールド取れちゃいましたね。はい。で、中心にマスキーファイター。ここに、溝があるので、この溝とこのマスキーファイターの裏のこのランディングギアの部分が、こう合います。はい。で、倒す。そうすると、イケメンフェイスが出まして、で、ここの羽を畳みます。はい。で、これですね。このボタンを押すと、はい。気持ちいい。はい。ここでも、押します。よいしょ。はい。で、ここのヒンジというか曲がります。この根元からグイッと。曲がります。こちらも曲がります。で、この肩アーマーを90度展開して、こちらですね。はい。で、ここの部分が引っ張れば伸びます。よいしょ。ちょっとですけどね。伸びます。うん。あ、もうちょっと。よ。はい。こんだけ伸びます。さっき伸ばし忘れたんで、ね。はい。で、完成かな。グレート5ということで、武器がですね、これですね、光電子ライザー。もうメッキ剥げてますけど、ちゃんとマスクマンのエンブレムが見えてますね。で、これを持たせたり、で、あとはですね、このシールド、裏に持ち手がありますので、この黄色い部分落ちてですね、これを穴にありますので、持たせて、で、この僕、もう、クリックがゆるゆるなんですよね。保持できないです。落ちちゃうんで、持ってあげなきゃいけないんですけど、このようにですね、はい。ファイナルオーラバーストの手前ですね。このシールドの中から光電子ライザーが、ドーッと出てくるんですよね。こう、こういう風に、ボーッと出てきて、で、持ちまして、ファイナルオーラバーストですね。序盤にですね、光子切りっていう技も打ってましたね。光の子供の子、光子。電子の子みたいな、光子ですね。の、光子切りっていう技を打ってました。最初僕こういう結合子の光子かと思いましたね、聞いた時に。はい。それは一回しか打ってないんですかね。その戦闘だけで光子切り打っただけで、あとはずっと光電子ライザーで、ファイナルオーラバーストですね。はい。いやー、懐かしい。マスクマン、いいっすね。まあ、ボロボロですけど、こういう風に合体遊びはできますので、まあ、大事にしたいなと思いますね。ヤフオクでマスクマンのロゴ見ると、やばいっすよね。めっちゃ高くないですか？なんか、完品は、ざっと10万超えみたいな話がよくあるみたいですけど。いやー、ありがたい。本当にありがたい。もし買ってもらってなければ、自分で買わなきゃいけなかったかもしれないんで。いや、そう考えるとですね、当時買っていただいたのは非常にラッキーというか、ありがたいですね。見ててよかったマスクマン。そして親に感謝だマスクマンということですね。はい、ということで今日はですね、光戦隊マスクマンのグレート5の劇中変形合体シーンですね。あとは、ターボランジャーで遊んでみたり、グレート5で遊んでみたりという簡単な動画でした。
はい、超合金は稼働しないんでなかなか劇中再現って難しいんですよね。まあ、なのでちょっと劇中再現はミニプラの方で、頑張るとしまして、まあ、こういう古いおもちゃのご紹介をしながらですね、まあ一番のメインは自分が楽しくてしょうがなくてやってるという感じですね。ガチャガチャいじってると懐かしい気分になりますし、まあ、このグレート5もですね、初の5大合体ということで記念すべき戦隊ロボですので、まあ、これからも歴史に、残るというロボだと思います。はい、おもちゃも貴重なものみたいですね。当時のものが残ってるっていうのは大事にしたいなと思いますね。ということでまた次回お会いしましょう。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。